お気づきになりましたでしょうか。なんと今年の干支馬は特別協賛の JRA 日本中央競馬会より有馬記念特別バージョンで登場していただきました。今年はノーベル賞受賞や富岡製糸場の世界遺産登録とめでたいこともあったものの、馬力も出せず御嶽山の噴火や広島の土砂災害にも遭いました。アベノミクスの効果も少なく景気もいまいち、痩せ馬の叫走りとなり、なんとも馬回しい一年でありました。暴れ馬で本当に申し訳ありま記念今年のことは馬事豆腐人間万事採用が馬ということで、来年は羊としてよろしく。西上社長ありがとうございます。では続きまして、来年の抱負といたしまして、羊の工場を中村勘雀様よろしくお願いいたします。羊工場書き、来年お任せください。来年こそ前途洋々、羊らしい躍進をお約束しましょう。軍用を買ってもうこう攻む勢いで、もう一時のパーシーになって、いざ出陣、みーが出るよ、頑張ります中村さん、ありがとうございました。